こちらは原爆で亡くなった人たちを慰霊するために広島市内の寺院に置かれていた巨大な仏像です。広島大仏と呼ばれたこの仏像がおよそ60年ぶりに広島に一時的に帰ってきました。この帰郷を支えた職人たちの技に注目しました。今から820年余り前、鎌倉時代の建立とされる木製の阿弥陀如来坐像、金箔に覆われ広島大仏と呼ばれていました。高さはおよそ4メートル。今は奈良県の極楽寺に納められています。5頭の牛に引かれた盛大な行列、1950年に撮影した広島大仏です。当時はまだ連合軍の占領下、原爆犠牲者を弔うため爆心直下の寺に安置する際の様子です。しかしその後所在が分からなくなっていました。そして2011年に極楽寺の大仏が広島大仏と判明、今回の里帰りが決まりました。広島の方々がこの大仏様を大切にされていたのか、これから未来の若い命に伝えていただけたら、広島大仏様がね、お喜びいただけるのではないかなと。先月27日、奈良県の極楽寺で大仏を頭と胴、足の3つに分けていました。目的は広島への帰郷。関係者らが大仏を傷つけないように慎重に布でくるみ車に詰め込みます。広島までおよそ360キロ、トラックの旅です。翌日の深夜、原爆ドームの隣にある折り鶴タワーに到着しました。安置するのは12階。螺旋状のスロープを人力で押し上げます。ここは箱がこの辺を通るんですよ。どんなに広島大仏運搬の責任者、久保信也さんです。普段は大型の機械の運搬や設置に携わっていますが、今回は勝手が違います。いや、大仏は運ぶことないですね。初めてですよ。で、まあ、カーブが7階あるから狭いところは、まあ、そこをみんなで、10名おりますから、それでなんとか手すりにも絵にも当てることなく、やってみたいと思います。高さおよそ3メートル、重さおよそ200キロの胴体から作業開始です。第一関門は入り口のドア。台車があるため入り口の高さは限界すれすれです。次の関門は角度90度のカーブ。際どいカーブの繰り返し、頼りになるのは人力と経験です。最後に立ちはだかるのは12階の入り口。大仏を抱えるのはおよそ10人。なんとか安置する会場に運び込みました。頭と胴体を慎重に組み合わせます。ゆっくりよ、超ゆっくりよ。これですか。よっしゃ、せーの。搬入から組み立てまでおよそ3時間。60年ぶりの帰郷です。
一緒に写真撮りたくなりますもんね。あ、ですね。ああ、よかったよかった。広島大仏さんがきっかけでそういう世界平和というところにまあ祈りを込めていただけたらなおありがたいと。多くの市民が原爆で亡くなった人たちを慰霊した広島大仏。原爆の日に平和法要を営み、9月10日には花車に乗せられ広島市内を練り歩きます。